おはようございます。今日は長野県の北部にある黒姫山に登ります。戸隠の方にある大橋林道入り口からスタートです。林道の途中で脇にそれて登山道に入ります。林道は再び現れ、横切りながら進みました。分岐地点である新道分岐、西新道を進み山頂を目指します。シナノキ、大きな老木です。白玉平と呼ばれるところを過ぎると展望が開けます。遠くに見える池は帰り道に通過する予定の古池です。峰の大池分岐、ここまで来れば山頂まであと少し。山頂の手前はちょっと急で、大きめの岩がゴロゴロとしています。黒姫山の山頂に着きました。天候に恵まれ、野尻湖がよく見えます。飯綱山、高妻山などの近くの山だけでなく、遠くには北アルプスが見えました。北アルプスには結構雪が残っていそうです。じっとしていると虫が寄ってくるので、山頂の滞在はほどほどに下山します。新道分岐に戻ってきました。下りは古池を経由するルートを歩きます。ちょっとした沢渡り、油断して滑らないように慎重に。古池に到着です。実はこの古池、人工的に作られた池なんです。そのため池の水を管理する施設もあります。古池を過ぎると笹やぶ歩き、大橋登山口に着いたら車道を歩いて大橋林道入り口の駐車スペースまで戻ればゴールです。ご視聴ありがとうございました。